はい、それではやっていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。今回ちょっとリプレイになってるんですが、ご了承ください。ではマリガン行きたいと思います。はい、まずね、自然ロイヤルなんで、ベイリオンをキープしていきます。これね一番大事ですね。なので初手ね、なるべくベイリオンが来るようにマリガンしていきましょう。はい、もうね手札見てよみんな、獣、獣だらけ。はい、いや面白いよねこれね。さすが自然ロイヤルで、これ来たよ皆さん見て。こいつがねかなり厄介です。今ねネメシスですね。なんていうかな、この PP を残すといろんな効果を持ってんだよね。例えば PP が1以上ならランダムな相手のフォロワー1体に1ダメージ、3以上ならランダムな相手のフォロワー1体に1ダメージではなく、ランダムな相手のフォロワー1体に2ダメージ、さらに顔に来るというかなり厄介ですね。しかもこいつ1コス03なんでちょっと取りにくい。先行で置かれると非常に厄介な相手ですね。はい、こっちはね取ることができないので、まずねハルバードウルフ置いていくと、まあ、自然ロイヤルなんでナテラの退場を、ね、なるべく置いていけるようにね行きましょう。はい、でお相手ねフロントボートマーセナリーも来たんで、これはどうなんだろうね。どういうデッキなのかちょっと分かんないんですが、まあ、やっぱ新環境まだ来てないですか、プレリリースでねやってるんですが、まだねちょっとよくわからない部分が多いですね。はい、しっかりベイリオンも来たと。でまたこれがね、また来るとするとどうなるかというと、こういう風に、PP を余らせた状態で取られちゃうと、かなり厳しいんですが、まあ、しっかりベイリオン出していきましょう。やっぱねベイリオン強いね。4コス44で守護持ち、もうこれだけでもすげえ強いね。スタッツ化け物だよね。でまあ一線を加えて、まあ、ターンエンドですね。まあ、こんな感じで、あ、そう、皆さんこれをねぜひ見てほしい。新しいカード、フォックスランサーですね。こちらですね、かなり強いです。このフォロワーの攻撃力か、体力が能力でプラスされた時に疾走を持つという感じですね。はい、さらにナテラの体重があったら、自分の PP を1回復ということで、あのベイリオンの効果と、すごくマッチします。はい、かなりいい、いい効果。しかしこいつも強いんだよね本当に、すごい厄介ですね。はい、まあでもしかしこっちもね負けてられませんよ。はい、こんな風にねしっかり展開していくでしょ。でさらにこいつに一線をかけると、はい、こんな感じで疾走になるので、ここでもね進化、がっつり切っていきます。はい、なぜかって言ったら44と66、かなり相手は厳しいんじゃないかなと思ってここ出していきました。はい、ちょっとね環境的にはまだよくわからないので、ベルフォンメット来ましたね。まだわかんないんで除去されるかなと思ったんですが、まあ、大丈夫でしたね。やっぱなかなかさすがに厳しいと思います。はい、でここは当たってくると、で、まあね8人は厄介なんですが、まあ、しかしねこっちもねやっぱガンガン顔を詰めたいわけですよ。なので、まあ、しっかりとここはベイリオン出して、剣舞ですね。やっぱり剣舞強い。でここはもうね思い切って進化を切りました。なぜかと言ったらなかなか取りにくいかなと思って、やっぱり44の裏に66っていうのはかなり厳しいと思うので、これ残ればもう王の一戦で終わりかなと思ってね、やっていきました。はい、ここでマグラチジャイアント、マジかっこいいよね。でここで取られちゃうんですが、やっぱさすがに66は取れなかったということですね。はい、ここで、新しいカードのペインレスサムライ、はい、ここ進化で倒して、で最後に、王の一戦で勝ちですね。はい、かなり攻撃的に攻めることができます。はい、やっぱ疾走札がねかなり増えたんでかなり強いと思います。僕まだね模索中なんでいろいろ試していきたいと思います。では次に行きましょう。はい、それではねまたやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとリプレイになってますがご了承ください。今回先行ですね。でお相手ウィッチになってます。はい、でマリガンですね。ここね僕ねちょっとミスりました。はい、優雅なもてなしですね。これね効果がよく分かってなくてごめんなさい。ちょっとねここはねマリガンしてよかった。全力でねベイリオンを、探しに行くのが良かったかもしれない。はい、ということでもてなしを使って利用度が来ると、まあで、ここはね、ちょっと失敗したなと思います。はい。それでは行きましょう。ここでね、荒野が来たんで、かなり熱いですね。はい。いやー、ちょっとね、ハルバートウルフを出すか悩んでたんですけど、ここはね、もう荒野でね、しっかりね、ナテラの体重をね、出していくっていうのがすごい強いと思います。はい。ここで、
倒して、ダテラの体重を出していくと。はい。で、ドローですね。とりあえず手札が悪いんで、まあ、しっかりドローしていきましょう。もうちょっと重いのが欲しいよね。うん。あー、ちょっと2コスばっかりですね。こんなことがよくありますね。で、相手のウィッチですね。これは自然ですね。おそらくね。ナテラの体重が来たんで、自然なんでしょうね。おそらく。うん。ということで、ここで完璧。はい。ベイリオンが来ると。うん。でもまあ、ここはとりあえず 2コスでね、固めて、次の進化でね、ベイリオンを使っていきたいと思います。はい。さあ、お相手どう来るかと。はい。パイロエレメントソーサラーですね。ここで2ダーメ。これ強いよね。強い。うん。で、やっぱりね、これは自然の、ウィッチですね。はい。ということで、ベイリオンでいきましょう。うん。で、ここもね、ちょっとわからなかったんだよね。うん。皆さんよかったらちょっとね、アドバイスください。はい、ちょっとここわからなかったんですが、こう叩いて、とりあえず一戦かけて、もうそのままね、リオードをぶん殴ったんですよね。これはね、やっぱり出さない方がよかったのかな。ちょっとわかんなかったんですが、まあ、とりあえず、まあ、打点をちょっと出しておこうと思って、出していきました。ちょっと後半、怖かったんで、うん。はい。で、ここでヤブンハール。ここでね、まさかの進化が来るんですよね。うん、まあ、単純にヤブンハールも強いから、まあ、単純に入れてるだけかなと思ったんですが、ちょっとわからなかったですね、ここは。うん。で、ここは、まあ、取られちゃうと。はい、ということで、やっぱね、ヤブンハール強いです。かなり厄介ですね。はい、ここは、獣ちゃん。獣ちゃん出して、で、ランサーですね。はい、これを出すと。で、PP を回復して、で、さらに、ワルツ出して、ワルツの進化効果で、取っていくと。うん。ここも、怪しいですが、ぜひね、コメントください。何分ね、下手くそなんで、よかったらアドバイスいただけると嬉しいです。はい。うん。まあ、こんな感じで、とりあえずね、盤面強くしようと思って、がっつりと強くしていきました。うん。さあ、お相手はどう来るかと。こいつも強いね。うん。この、突進持ち。うん。すげえ強いよ。で、ナテラ体重があったら2-2するっていう。すげえ強い。うん。で、ここはぶん回されていって、進化で、まあ、2体取られると。うん。いうことでね。まあどうにかね、よかった。まあこんな感じだったんで、まだよかったです。はい。うん。で、こちらもね、かなり手札がやばいんですよね。まあ、ただね、ミストリナがね、こんだけ来てくれたのがかなり熱い。うん。で、ここは体重でちょっと回して、うん、どうしようかと思ったけど、ミストリナで、とりあえず守護を張って、顔を行きました。うん。ここはね、ガンガンちょっと、そろそろ攻めていかないと、多分相手の、こうまさかの神社ですね。あれが来ると思ったね。失踪のやつ。うん。あいつがすげえ怖くて、やばかったんですけど。まあ、でも、神社、結構やばいよね。しかも、ナテラもかなり回ってるんで、ここで、極点のエレメンタルと。うん。で、ここでやられちゃうんですが、でも、ここチャンスですよね。逆にチャンス、ここは。ミストリナチャンスですね。ミストリナで、そうですね。剣撃で、倒して、で、ここでもうね、一戦をかけました。はい。一戦二枚かけて、もう一気にね、発展パンチ。これ強くない？うん。まあ、ちょっと怪しいです。で、最後はね、こいつがいるんで、まあ、こいつ失踪して、ぶん殴ったら勝てるかなと思って、ただね、相手の、神社が何をしてくるか分かんなかったんですよ。ゼロコスにして、あ、1コスか、1コスにしてね。うん、それがちょっと分かんなかったんで、すげえ怖かったです。はい。でも、ここで、とりあえずナテラの体重と、さあ、これ、ワンチャンゼウス来るのかなと思ったんですが、はい、ジンジャーの言霊からモニカが来ると、うん。まあ、こんな感じだったんで、はい。ここはちょっとチャンスだということで、獣ちゃん出して、で、失踪ですね。はい。で、一戦かけて、で、ラストも一戦をかけると。うん、こんな感じで、フィニッシュですね。はい。うん、まあちょっとプレイ怪しかったんですが、ぜひね、よかったら、コメントください。はい。では、最後、デッキ紹介いきたいと思います。はい。最後にデッキ紹介していきたいと思います。はい。新しいカードは、ペインデス侍。こいつは強いです。はい。光線時、ターン終了まで、このフォロワーへのダメージはゼロになると。うん。さらに、エンハンス後で使用すると進化するということですね。で進化するとさらに失踪を持って、さらに、この場にいる限り、自分の場にいる限りですね、自分のリーダーは能力によってる受けるダメージはゼロになると。はい。こんな感じでね、かなり強いんですよ。はい。で、こいつはね、多分ね、進化
ロイヤルとかに入れるとまたいいと思います。今回ね、まあちょっとベイリオのバフとかで一気にちょっと詰めていけるかなと思って入れていきました。はい。であとはフォックスランサー、フォックスランサーはやっぱ強かったよね。ぜひあの見てもらったと思うけど、かなり、兼ね合いが良かったです。はい。なので、ちょっとね新カードがちょっと少ないんですが、こんな感じですね。で、アルベールはね別に、ね、入れなくていいです。はい。これはねもう好みで入れてください。僕はねちょっと団長がかっこいいなと思って入れました。はい。ということで、本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。ぜひねよかったら次回もご覧ください。またね。バイバーイ。